ブライトリングの自動巻き時計、モンブリラン REFA41370 です。1940から50年代のスタイリングとパイロット用回転計算尺を備えたクロノグラフとして誕生したモンブリランコレクション。基本サイズがナビタイマーより一回り小さめで展開される人気のシリーズです。本品は 38mm 系の SS モデルです。文字盤は特徴的なモンブランカラー。アップライトインデックスと菱形のフィージーハンドの組み合わせ。サブダイヤルは永久秒針、30分積算系、12時間積算系の3カウンター。4.5 時1に実用的なデート表示。モンブリランの特徴でもある筆記体ロゴに赤いデシマルメーターなどディテールにこだわった存在感のある風貌デザインです。SS ケースは両方向回転ベゼル、スクリューバックのラウンドフォルム。バンドは専用の7連ブレスレットを装着しています。日本人に最適なサイズ感のブライトリングの歴史、意志が詰まった一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。ケース、ベゼル、裏蓋。軽いすれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。凹みなどもありません。風貌。特に目につくすれやスクラッチはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ブレス。ブライトリングマークが確認できます。しれ、小傷が認められますが、すぐに装着可能です。操作方法。ベゼルは両方向に回転します。リューズでゼンマイを巻き上げます。一段引いて回すと、デートがチェンジ。二段引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。クロノはウェプッシャーでスタート。ストップ。下プッシャーでリセットします。付属品。社外箱、冊子類、時計店修理納品書、2020年 OH 実施です。日差は、24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は20ミリ。ケース径は約38ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約43ミリ、厚さ約12ミリ、風防含む、腕回り20センチ以上です。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。